それでは本日は長谷川康生さんのお話をお伺いしていきたいと思います。はい、SDGs はもちろんですね、社会貢献活動を通じて持続可能な社会の構築ですね、をしていくというところに力を注いでいらっしゃる方です。はい、少しですね、お話をお伺いしたんですが、とても追求心があって深く物事を捉える方というのが私の印象であるんですね。で、本日はどのようなお話が聞けるのかっていうのを私も楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、まず早速質問ですね、お伺いしたいんですが、長谷川さんの持っている夢やビジョンですね、どのようなビジョンをお持ちなのかっていうところを教えていただいてもよろしいでしょうか。今私が抱いている夢というのは、映画を撮って、で、その映画でその平和を訴えることによって、世界中の戦争や内戦、ジェノサイドといった紛争をなくしていきながら、まあ、平和の世の中を地球にもたらすことになります。で、争いをな、まあ、争う意味合いっていうのを、こう、何なんだろうみたいなところですね、訴えたいっていうのは、なぜ映画で訴えたいのかというと、やはり感動という人間、誰しが持ち得ている、その強力に思考を変化させたりだとか、行動を促したりする人の気持ちに、心の気持ちに平和の意義を突き刺したいというふうに考えているからです。で、そして、ね、平和が訪れた世の中において、すべての人間が平和と自由を謳歌して、そして人間が、すべての人間が哲学を学んで、考えて、オリジナルの人生観を持って、人間としての尊厳を最大限にフル活用して、人生を全うする世の中を作ることが、ビジョンになります。その時、まあ、映画の世界が私は抜けて、最後は哲学者として教壇に立ちたいというふうに考えてます。まあ、一般的にはその老後の時代 になると思うんですけど。で、そして最後は、人生の最後を私は哲学者として死にたいというふうに思ってます。すごい、とても壮大なビジョンですね。なんですかね、SDGs とか、その社会貢献活動っていうところで、お話が出てくるのかなと思ったら、それ以上のことが、出てきて、でもそこからこそ、その今一歩っていうところで、歩んでいるところなのかなっていうのを感じたんですけれども、はい。では、その夢ビジョンに向けてですね、今現在、どのような目標や計画を立てていらっしゃるのかっていう、ちょっと現実的なところになりますが、お伺いしてもよろしいですか？まず映画というのはそもそもお金がかかる、まあ、撮影にお金かかるものなので、私の撮りたい映画、まあ、ドキュメンタリーなんですけども、かなりちょっとお金がかかるという計算がされているので、まあ、今はその会社を立ち上げて、自分の会社を事業を回すことによって利益を上げて、その資金を貯めるということに今、日々奔走している状態ですね。ドキュメンタリー映画なんですね。ちょっとね、内容まではそれを明かすことはもちろんできないものかとは、思うんですが、ちょっと楽しみですね、どのようなものなのかっていうのが。はい、じゃあですね、その夢ビジョンを持って今、その目標計画を立ててやっている中で、その長谷川さんがどのような活動指針を持って活動していらっしゃるのかとか、どのような、基本活動っていうのをしているのかっていうのをお伺いしてもよろしいですか？まずは会社を経営することによって、まあ、売上と利益を確保していくというのは当たり前のことなんですけども、まあ、そのどうせやるビジネスをやるのであれば、まあ、お金を儲けやすい IT の領域と、あとはその根本的に私が目指しているような社会を作るためには、やはり SDGs とか、あとはお金の領域だとその ESG 投資っていう、環境とかそういったものに関連した投資がヨーロッパで増えてるんですけども、まあ、そういったところの情報配信をしながら、自分の知識を深めていきながら、そのビジネスにしていくっていうのを心がけています。何かこう、大切にしてる、ここの部分は絶対に自分でこう、なんだろう、持ち続けたいっていうような思いだったりとか、なんかそういうのってあるんですか？その目標が、夢が大きいだけに、この気持ちだけは絶対に貸さないぞ、みたいなところです。いや、まあ、夢を失わないことだと思いますね。大人になると忘れがちなので、もしかなくなっちゃうので、まあ、何歳でも夢を描いて、
活躍する人は多いですし、うんうん、その80歳超えてエベレスト登っちゃった三浦さんという人もいれば、60歳で還暦を迎えてあのネットの生命保険会社作られた出口さんとか、うん、まあ、本当にその年齢関係なくその人が夢を持って行動すれば何か叶う可能性が高まるっていうのは失ってはいけないかなというふうには思います。なるほど。じゃあ、 こう一緒に働いている方ですとか、そう関わる方に対してもその夢ビジョンをお話ししたりとか、その方のその夢ビジョンを聞いてとか、そういうことっていうのも大切にされてるんですかね。そうですね、まあ、一応こう、互いを認め合わないと、その多様性を認め合わない限り、こうなんていうんですかね、みんながみんながこう、夢に向かって歩めるような基盤みたいなものができないと思うので、うん、そういったものは大事だなというふうに思ってます、うん、はい、ありがとうございます。はい、では4つ目の質問なんですが、はい、すごくその壮大なですね、夢ビジョンをお持ちでいらっしゃるので、何かそこに至るきっかけっていうのがあったと思うんですね。それは誰かとの出会いかもしれないし、自分のご自身がされてきた何かによってのその出来事でのきっかけかもしれないし、気づきや発見っていうのがあったかと思うんですが、そこがどんなものだったのかっていうようなことをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、私自身はですね、高校はオーストラリアの現地の高校に通いまして、で 大学はロンドンで哲学を学びたくて、まあ、東映して、まあ、イギリスに渡ったんですが、最初はその私の夢って全然違うもので、もともと F1 という自動車レースがすごい好きで、中学生ぐらいの時ですかね。で、子供の時からその自動車や乗り物が好きなので、その F1 という世界のサーキット、こうかっこいいマシンとエンジン音と、で高速の時に出るキュイーンみたいな音がとても魅力的で、毎回その深夜にこっそり起きてはレースを見ていた少年だったと思います。でそしていつの日か、まあ、その F1 に携わられるような仕事をしてみたいというふうに感じて、最初はもちろんそのドライバーが一番かっこいいのでドライバーになりたいなと思ったんですけど、いろいろとお金がかかるみたいなの で、うんうん、で中学生ながらにその一般家庭に生まれた私にとってドライバーっていうのはちょっと負担が大きすぎるかなということで諦めたっていうところもあります。で次に考えたのが、そのあのかっこいいマシンとかエンジンを作るためのエンジニアになるのはどうかっていうところですね。でそこでその英語、それを実現するためにはやっぱり英語と自動車に関するテクニカルな知識が必要だということで、ちょうど高校受験を控えていた私にとっては一般的な普通科ではなくて自動車科がある高校を選ぶという結果に至って、最初はその埼玉栄っていう高校に行きました。で埼玉栄にはその留学制度もあったので、すごいいいなと思って、その進学をこう決めたというところになります。で、ところがちょっと入学をしてみると、3つの大きな人生を変える出来事が起きるんですけども、まず1つ目は、私はこういう F1 とかやりたかったんですけど、その多くの人が自動車とかバイクを改造したいというヤンキーに近い人が多くて、はいはいはい、暴行族がどうだとか、車庫端にしてどうするのかみたいな、そういう環境があって、それがちょっと、想像してるのちょっと違うっていうのが入ってみて分かったこと。で、まあ、真面目な方ももちろんいらっしゃるので、そういう方はその整備工場をそのご両親がお持ちで、まあ、その背景でその学んでいらっしゃる方がいらっしゃって、まあ、技術的にその何かを習得するっていう人は、私のようなその方向性の人はいなかったっていうところが、まず一つ目の大きな出来事ですね。で、二つ目が、その、私が想定していた以上に私自身がメカ音痴だったことに気づくんですね。で、授業でですね、エンジンをこう分解して、分解したエンジンをこう再度組み立てるっていう授業があるんですけど、私だけはなぜかですね、部品が毎回いくつか残っちゃって、こっそりそのエンジンの筒の中にこう隠したりしてですね、どうしようもない機械持ちだなというのに気づいて、はい、もうちょっと機械とかそういうの諦めた方がいいなっていうレベルの機械も、うん、まあちょっと音痴さがあって、うん、あちょっと、まあ、ちょっと大きな出来事の2つ目です。はい、で3つ目というのは、その英語が必要
なので、まあ、その F1 レポーターとか、まあ、技術的なことを諦めたとしても、F1 レポーターになれば、その F1 に携わることができるので、まあ、英語を学べる環境っていうのは諦めてなくて、留学制度をその志願したんですけども、普通科の人しか行けないと。で、自動車科は対象外だって言われてしまって、ちょっと、うん、埼玉栄での英語の習得ってのはとても厳しいなっていうことを感じてしまいまして、で、まあ、なぜかですね、普通科の中に特進クラスっていうのがあって、うん、なんか私の入学の成績がその特進クラスの上位クラスにあったらしいので、私の担任はですね、とにかく F1 なんかを諦めて、埼玉栄の自動車科初の東工大を目指せって言われる日々が続いていて、それですごいなんかこう、うん、夢とこう現実が交差するような時期が迎えあったので、ちょっともう、どうせだったらすると F1 もこう諦め領域になってしまったっていうこともあったので、自分探しをしてみたいなって思って、それでその海外に行くっていう思考に至ったっていうのがありますね。で、最初は当然親にも反対されるんですけども、まあ家出してしまって、家出をしてその行かせてくれないと帰らないみたいな強硬手段に出まして、なんとか親の承諾を得てオーストラリアの現地の高校に転校することになります。で、これがまあ自分探しの旅の始まりですね。で、最初は英語もわからないので、授業で何を言ってるのかさっぱりわからなかったんですけども、まあ自分探しどころかもう生きてくるのに必死で、がむしゃらに英語を学んで、まあ本当にスラングとかをこう駆使しながら同級生の笑いを取って、まあ友達になっていくっていう方法を取るぐらい、もう本当にこう日々大変な時間を過ごしたんですけども、オーストラリア の, その高校のカリクラムの中に映画学っていうのがありまして、でちょっと興味があったので受講をしてみたんですね。で、そしたらその大学に週1回通って受講するっていう特殊なプログラムで、でそのまあ映画学を通じて映画 の, その魅力に触れることになります。で、特にその高校3年生の国語、まあ、向こうで言えば英語なんですけども、が1年間を通じてアカデミー賞を受賞したスピルバーグ監督のシンドラのリストという映画に関する論文を書くっていうのが3年生の課題でありまして、で本当にその主人公のシンドラの気持ちをこう理解していく必要があって、そのためにその私は18歳いながらにシンドラが映画の中でコニャックっていうお酒を飲むシーンがあるんですけど、それをかっこよくてどういう気分なんだろうと思ってコニャックを買ってきて18歳飲んでたっていうこともあったぐらいで、まあ、当時今海外は18歳でお酒 OK なんで、まあ、法的には大丈夫だと思うんですけど、まあ、それで英語を見てたぐらいです。で特にそのほぼ毎日シンドラのリストを見る生活が高校3年生の時に続いて、でナチスがユダヤ人をまあ虐殺していく物語なので、そのとこでもなんかこう英語の授業以外にその平和とか戦争とかジェナソイドとかっていうのが何で起きちゃうのかなみたいなところも疑問に思うようになって、結果的にその高校3年生の時の映画との出会いと授業で の, そのシンドラリストの出会いっていうのが、まあ、映画を通じて平和をこう実現していくっていう夢のこう始まりみたいなものですかね。ただまあ本当にこう国語だとその A プラスを取って最高得点をもらって、本当に最初オーストラリア行った時には本当にHow are youとか言われてもなんだろうみたいな感じだったのが、まあ A プラスで最高得点取れたのですごく自信にもなりましたし、で特にその映画学でも表彰されたので、最初はその成績を持ってアカデミー賞とかをこう監督賞を出すような監督科に受かったんですけども、オーストラリアの大学ですね。だけどもその映画学を大学で学んじゃうと、やっぱりこうビジネスでスポンサーの影響を受けたりだとか、技術だけ磨いても本当に自分らしい映画が撮れるのかっていう疑問が生まれてしまって、そこでまたちょっと方向転換を図って自分自身を高めるために、まあ、自分自身を高めるという分野の学問である哲学を学ぼうと思ってロンドンの大学に進学します。
で、その後は、まあ、ちょっと家族の事情で帰国しなきゃいけないっていう、不本意な、時期もあったんですけども、やっぱりその、まあ、一時期は本当に映画と平和っていう夢は本当に忘れかけてた時期も確かにあるんですけど、やっぱり諦めきれないっていうのがあるので、ビジネスを通じてお金を稼いで、スポンサーの影響力のない自分らしいその映画を撮りたいっていう欲だけは、こう、捨てきれなくて、まあ、今はその最も稼ぐ金額が高いと言われている IT の分野で生き抜いていく必要がある。環境に身を置いて、まあ、その今、荒波の中でこう日々奮闘しているという状況ですかね。で、その、まあ、出会いですよね。で、出会いで言うと、3人出てきます。で、2人の少女と1人の少年。で、1人目は、少女2人から行くと、1人の少女というのは、キキですね。キキというのは、魔女の宅急便の主人公。で、キキがその魔女になるために、修行をするために、こう、一人で、ほうきに乗って、土地を探して、知らない土地で暮らしていくっていう映画を見たときに、なんかこう、もちろん映画の話なんですけど、私自身にも、こう、大人になりながらに海外に行くことができるんじゃないかっていうようなその後押しをするきっかけ的な存在ですね。で、2人目の少女というのがソフィーという、これはですね、本の中の人で、ソフィーの世界という哲学に関する本が以前流行ったんですけども、そのソフィーという少女がその哲学のこう物語の中でいろんなことをこう発見していくっていうことで、自分自身をそう深めていく学問として哲学を私もこう学ぶことができて、で、それで哲学の領域にも興味があったっていうことになりますね。で、最後の少年というのは長谷川高生という自分自身ですね。自分自身と出会うことで、その、世の中のあらゆることが不思議に思えてきてしまって、なんか当たり前に進学して、当たり前に就職して、当たり前に、私が住んでるのは熊谷なので、熊谷だと大体東京に満員電車で通うことになるんですけど、仕事をすれば。で、まあ、当たり前にその満員電車に押し込められて、毎日過ごす生活っていうのに意味を見出すことっていうのが私自身できなくなってしまって、もちろんその、そういうふうに頑張ってる人たちを否定するとか、でもないし、そう頑張ってる人たちはもちろん応援したくもなりますし、ただ私に私なりの道があるというふうに感じたんですね。はい。いやなんかあれですね、本当に多くの人はまあ、自分が感じたこととか、その夢とか、そういうことを忘れてしまうというか、諦めるっていうことをしてしまいがちなんですけど、でもすごくたくさんの出会いだったりとか、その自分のこう学んできたことを通しての、なんかそういうきっかけで、諦めるんじゃなくって、なんか本当一つ一つ掴み続けているし、なんかこう今もそこを絶対に手放すことはないっていう、なんかその強い意志というか、なんかすごい、なんか変な言い方かもしれないんですけど、何ですかね、大人になってそれができるのってなかなか難しいから、難しいけれども、でも本当はすごく大切なことだなって私は思うんですよね。だからすごい、素直に素敵だなっていうのを思いましたね。ございます。ありがとうございます。ではですね、最後の質問なんですけれども、まあ、今、出会いっていうところですね、夢やビジョンをその持つに至った出会いというところでお話をいただいたんですが、その出会いの背景に何があったのかっていうところですね、さらにちょっと引いたところからの、お話をお伺いできればと思うんですが、いかがですまあ、今、先ほどお話した流れの中での出会いっていうのは、まあ、いろんなこう、
思春期も、工作部の中でいろんな映画を見たり、映画でこうキリという存在を知ったりだとか、ソフィーという存在を知ったりだとかっていうのがあったんですけど、まあ、自分自身との出会いっていうものの背景にあるものは、私自身がその典型的なおじいちゃん、おばあちゃん子でして、で私がまあ生まれたのが、うちの母が結構高齢出産をしたので、本当に待ちわびた孫だったみたいでして、本当に可愛がられていたということがあります。で、いつもその祖父母との会話の中で、勉強頑張って東大に行くというと、祖父母がすごい大喜びしてたんですね。はい、で私自身、東大って何なんだろうとかもよく分からなかったんですけど、まあ、とにかくそう言っておくとすごい喜ぶっていうのは知っていて、で、はい、祖父母ももう100歳まで生きて、後世の成長を見るからねという約束をしていました。はい、ところが、私が小学生の時、スキーから帰ってくると、祖父が息を引き取っていて、まあ、85ぐらいなのかな。で、本当に突然のことを過ぎてしまって、衝撃を受けてパニックに陥ったということを今でも鮮明に覚えてるんですけども、人間って100歳まで生きるんだっていうふうに祖父母との会話で、なんとなくお恥ずかしい話かもしれないですけど、小学校までそう信じたんですね。人間は100歳まで生きる。でも祖父が亡くなったことで、まあ、人間にとって時間は無常にも有限であるということを気づかされるきっかけにもなったっていうことがあります。で、祖母に関しては祖父が他界してから徐々に認知症が悪化してしまって、で最後にはその、まあ、娘、まあ、祖母の娘、実の娘である私の母に対して、あなたは誰って聞いてしまうぐらい、まあ、よくある認知症のパターンですけども、おそらくは孫の存在である私っていうのも多分認知できなくなってしまってたのかもしれないですね。で私が中学生ぐらいの時に祖母が意識がないまま病院で寝ているという時期がありまして、で交代制でうちの母と近所の人とかいろんな人が関わって、まあ、私も一日数時間その眠っているだけの祖母を見守る期間があって、でその後も意識を取り戻すことなく、まあ、息を引き取っていったということがあります。でこの祖父母がですね、命がけで教えてくれたこと、というのは、人間には寿命があると。で、時間には有限性があると。で、人間も認知症、まあ、いろんなことが起きれば、一人娘のことを忘れるぐらい、なんかいろんなものが諸行無常だということを教えてもらったなというふうに思いますね。そのこと、から私という存在、つまり長谷川高生とは何者だとか、何を成し遂げるためにこの世に生まれてきたのかみたいなところをこう問いただす結果になって、結構その最終的には軸はあると思うんですけど、やってることはこう紆余曲折してるっていうのは多分そういうところにあって、何が正解かっていうのはちょっと分からなくて、いろんな紆余曲折をしてしまって、まあ、今に至るなっていうふうになっています。で、できれば私自身が授かった命を使い切って人生の幕を閉じたいと、でそこを願って今の命を生きているというふうな背景があります。なるほど、すごい、なんか背景を聞くとやっぱりいろいろありますね。なんか深みがすごくあるなと思って、今この瞬間にね、その、まあ、私もそうですけど、本当長谷川さん自身が生きている意味というか、本当にじゃあ生まれたならば何を成し遂げる、どこに向かって何を成し遂げる存在なのか、自分って本当何なんだろうっていうところからの、まあ、追求だったりとか、そこがあっての今だし、このビジョンだしっていうところが本当につながってるんだなっていうね、その小学校、まあ、小学校生まれた時から本当におじいちゃんおばあちゃん大好きでっていうところであったと思うんですけど、なので、はい、まあ、ここまで来ると
世界を平和にしたいなとか、英語を取りたいなとか、哲学的として死にたいなとかっていろんな煩悩があって、まあ私自身特定の宗教がどうこうっていうことはないんですけども、仏教的な概念でいうと輪廻転生っていう考え方があって、この世の生きたその結果によって、その仏教的にはまあ極楽浄土に行けるのか、また人間社会に戻されるのかっていうのが決まるっていう考え方があります。私としてはぜひ極楽浄土じゃなくてもう一回人間社会に戻してほしくて、なぜかというと私が作った平和な世界が本当に続いているのかとか、っていうのをもう一回確認して、もし間違っていれば意見を言いたいと思ったりとか思いますし、だからまあそこまで偉いやつに向かって言われてそうでもないと思うんですけど、まあ、それぐらいその自分のやることに対して、誠心誠意やっていきたいですし、なるほど。でも本当に自分がそこまで思える生き方に出会えて、でそこを貫き通せるってすごい素敵ですよね。なんかこう見失いがちな今のね世の中だからっていうのもありますし、多くの人は本当そこまでの追求がなかなかできないから、すごいいいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、最後にご覧いただいている視聴者の方にですね、一言何かメッセージがあれば、はい、お願いできればと思うんですが、いかがでしょうか。生きろ。なるほど。その一言をその本人などを解釈して、生きると何か、生きると何かとか、人生と何かというところに紐を解いていってもらって、その生きろという意味を自分なりに見出してほしいなという意味で、単純に生きろだけ言いました。はい、ありがとうございます。はい、私もちょっとその生きろっていうメッセージからですね、自分がどう受け取って何を考えるのかっていうのをちょっと深めてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では本日は、はい、インタビュー以上となります。本当に大変貴重なお話ですね。お伺いいたしましてありがとうございました。ありがとうございました。